やっほー、ひろえむです。今日はリープロジェクトのもう一度という動画のリアクション動画となっております。この動画って数々の有名アーティストの歌うまテクニックがたくさん詰まった動画なので、この動画見ていただくだけで歌が上手くなりますので、ぜひ最後までお付き合いください。私はボイストレーナーのひろえむと申します。このチャンネルではモテるためのボイトレをテーマに投稿してますので、見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録しておいてください。それにしてもワンオクのタカとかニッシーみたいにあんなかっこいい声出したいですよね。今回の動画はボイストレーナーとしてこの動画の歌うまポイントも解説入れていきますので、一緒にでは見ていきましょう。超豪華じゃないですか、やばくないですか。当たり前にちょっとごめんなさい、いきなり止めて。もうめちゃくちゃ良くないですか、この三浦先生。当たり前に、最初の導入部分ってめちゃくちゃ大事なんですよ。この曲がこれからどんな曲が始まるのかっていうの。なので結構ね、抑えめで、でも柔らかくこう歌ってますね。あった世界が壊れそうな今。結構その空気を混ぜて今みたいなのが、今ってこう強い感じで歌ってるというよりは、本当優しくなんか息を混ぜて歌ってますね、すっごくたくさん。誰のせいにしようか、僕は考えていた。何これ、超ワニワさんらしいんですけど。ワニワさんのケンタさんらしいんですけど、息が混ざってない結構地声感の強い声なんですよ。まあ、これがちょっと三浦さんと逆に対照的で良かったのかなって感じです。悲しいニュースにめまいさえして、でも明日を見失っちゃう。安倍真央さんいい。Carry on. Stay alive. これ以上棒の涙はいらない。ここですよ、ここが歌うまポイントです。いらない、このなんかこう音が結構変わってるじゃないですか。例えば普通に歌ったらいらないになって、なんか普通ですよね。ここであえて三浦さんはいらないっていう風になんかこう音をこう変えてるんですよ。これがねフェイクって言うんですけど、まあ、結構海外のアーティストがよく使っている技法ですね。これは何回も何回も聞いて、そのどういう音に変わってるのかっていうのを覚えさえすれば全然できるので、こういう曲結構ありますね、意外と。気づいた時にはすでに、すいません何回も止めて。これタカのめちゃくちゃ象徴的な歌い方なんですけど、気づいた時、なんか真似できないけど、なんて言うんですかね、声がなんか時にはみたいな、わかります、なんか時にはじゃなく時にはっていう、もうこれはなんかタカ独特というか、ちょっと私には真似できません。すでに僕の手離れて手遅れなんてことにならないように、僕は君をいたくらいで気をせて。来ました、清水翔太様、シミショー。このなんか裏声であえて歌ってますね、ここポイントですよ。私が去って晴れたらもう一度手をつないで歩こう。君、おお、何このビブラートかっこいい。君を待って、ニッシーさん、こうめっちゃいいじゃないですか。他人ごとのよう目を背ける君にも、誰かのせいにすれば。すごいエメさんですね、これ。世界観もめっちゃいい。この現実にめまいさえして、めまいさ、エッジボイス入れてます、ここ。それでもきっと生きなくちゃダメだ。 Carry on. Stay alive. 誰か守る使命持って生まれた。何ここ、生まれた。
なんかこうすっごい移動してますね、こう音。もう一回聞いてみましょうか。誰か守る使命持って生まれた。はぁ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 、なんだよこれ、めちゃくちゃ移動してますね。まあ結構これは結構難しいですけど、なんかちょっとでもこういうフェイク入れるだけでもちょっとうまく聞こえますね。例えば生まれたとかでもいいんで、本来もっと動いてるんですけど、なんかちょっとなんか生まれたってそのまま伸ばすよりはやっぱりめちゃくちゃかっこよく聞こえますので、まあちょっと真似してみてください。気づいた時にはめっちゃ息混ぜてますね。ここも裏声になってますね。ニッシーさんの声ってめっちゃ甘くないですか。もうこれこそなんかザ女子にモテる声なんですけど、なんかすっごい柔らかく歌ってるんですけど、でもなんかちゃんと芯のある声というか、でちょっと可愛らしい声ですよね。ジャニーズ声っていうか、痛いくらい、なんか痛いくらいって、こう大人っぽい声じゃなくて、痛いくらい抱き寄せてで、簡単にちょっと可愛らしい声にジャニーズ声にするコツってあるんですよ。それはちょっと口を横に広げることなんですよ。痛いって縦に広げるとちょっとかっこよくなって、痛いくらい、ちょっと横に広げるとちょっと可愛い声になってちょっとジャニーズっぽくなるんで、よかったらちょっと横に、ニッシーさんの声みたいになりたい人は横に広げて歌うといいと思います。さて晴れたらもう一度手をつないで歩こう。何この超豪華コラボ、やばくないですか。まだ明日を見失っちゃダメだ。これ以上の涙はいらない。涙はってあえて話してるの分かります。涙はなんかここでつなげちゃったら涙はってなるんで、こういうねあえて言葉を引き離すっていうのもすごいね重要な歌もポイントになります。結構これはもう曲をねこう聞いて、あここなんか話してるなって気づいたらちょっと話して歌ったりとか、結構こういうこうあえてこう間を持たせる歌い方結構使われてます。ニッシーさんめっちゃ高くないですか、やば。なんて素敵な多重音、やばい、超豪華。やばい、鳥肌立ちました、本当にリアルに。めちゃくちゃ優しいですねこのシミショー。めっちゃここ歩きたいんだ、この歩きたいんだって上がってますね音。だーでビブラート、高さまのビブラートめちゃくちゃ綺麗。ブラボー何これ、めちゃくちゃいいじゃないですか。はい、ということで今日は D プロジェクトのもう一度という曲をリアクション解説していきましたけど、いかがでしたでしょうか。いやもうこの曲ね、ほんとこんなに豪華なアーティストがこうやって一堂に集まって、まあ、こうやってプロジェクトとして曲をね出すっていうか、まあ CD のリリースとかしてるわけじゃないですけど、こうやって YouTube にアップするってなかなかないと思うんで、まあぜひね、もう本当に数々のね上手いアーティストだけが本当に集結して歌ってますので、ぜひ本家はね概要欄に貼っておくので、皆さんもちょっと見てみてください。では今日も動画を見ていただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほなねー。